青森市出身のレーシングドライバー。幼少から車好きで、中学の頃アイルトンセナの走りに魅了されレースを、志す。インターネットのない時代にオートスポーツやカート入門を、頼りにレーシングカート購入のためにアルバイトを始める。その後、ガソリンスタンド、配送やパチンコ店の清掃などを掛け持ちし、資金を貯めるが購入に至らず、 たまたま進学資料に飛び込んできた東京科学芸術専門学校に入学。その後、レーシングドライバーを目指し、社会人として働き、資金を捻出。FJ1600 レースにデビューし、1999年には、フォーミュラ初優勝を飾る。その後、資金難のために、地元青森のモナコサーキットに勤務しながら、ミッションカートに参戦。 初参戦のスポーツランドスゴ本コースでの全国大会ではコースレコードを受立。2002年に上京しオートスポーツレーシングに所属し F4 参戦。2003年の FJ1600 開発参戦を経て2004年からは単身フォーミュラルのオアジアに参戦、セパンや上海で表彰台に上がる。同年にはノービスクラスチャンピオンになりマカオで表彰される。 ここで、スコットスピード、ブルーのセナに出会う。2005年もフォーミュラルノーに参戦、開幕の初参戦上海で、表彰台に立つフォーミュラのレース時代より、ほとんどクラッシュや車両を壊さないことから、草耐久レースへのオファーを受ける。タイヤに優しく、燃費をセーブ、またトラブルが起きた車両の最終スティントで五足ギアのみで、周回を重ねて、チームを完走に導いた。 雨の FJ1600 レース、団子で入り乱れている中、水しぶきで前が見えない時に走行ラインが、くっきりと浮かび上がり、トレースすることで順位を上げていくことができた。諏訪のミッションカートレース、前年の全国大会で、コースレコードとファステストラップを獲得したが、翌年挑んだ際にエンジントラブルが打発地元青森のカート場の会長が、 急遽エンジンを持って駆けつけてくれたが、そのエンジンもプラグコードのトラブルで満足に走ることができなかった。協力してくれる人たちに応えることができなくとても悔しい思いをしたと語っていた。スーパー GT、海外のレースを目指し活動中。セーフティートレーニングやエコドライブトレーニング、インストラクターを含め車社会へ広く携わる。レース参戦に並行して、 自動車メーカーのイベントの企画、運営業務を行う。安全機能やアシスト機能において、国内外のインストラクターとして、研修に参加。レース活動においては、資金難のため、数年ごとの参戦に止まっている。ありがとうございます。